地元、俺昨日も思ったんだけど、うん、結構ボンズがさ、めっちゃいい試合してもうカットだと、うん、3小節目まで、うん、ただこっちがなんとかかんたかホルモン来たのってうまいの言ったらブワーって湧いただよ、うん、地元の飯屋の名前で湧いて、しかもホルモン来たのがもうヒップホップの人みんな行くし、うん、みんなに愛されとう店やけん、うん、それで食っただよ。あ、でそれ見て、あ、ヒップホップの良さってここ地元でもやっぱ有利、アトラクション、それを超えたら強いみたいな、うんうん、すげえと思って。あれやっぱ横浜の大会のチャンピオンとかになるとね、うん、お客さんもやっぱ地元のやつに勝たせたけど、どうしてもちょっと出るじゃないですか。だそこで勝つってだいぶだと思う、たぶんね。いや、もう確かに相手の人だってすごい立場ないじゃん。自分の地元でもないやつが焼け酒するっすよ。確かに。しかもあの時めっちゃ気持ち悪いのが、僕あの後振り返ってめっちゃ気持ち悪いのが、俺は人生かけてやってんだぞとか言った後に、フォロワー2万人もいんだよ、おめえは何人だろうか、2万人もいんだよ、バレしちゃくちゃ言うて、もうやっぱマジで恥ずかしいから、あれはもう絶対に誰にも見せれない。すごい、フォロワーあるとお金がないよ、フォロワーがないと、いやマジで無理っすよ。それだけは絶対に見せれないっす。あれ恥ずかしかったです、あれ。それも探したいね。いや、いつか見つけてみたい。探したらいくらでもですよ。ワンチャン出てくるかもしれないです。めちゃくちゃ恥ずかしいっすよ。じゃあさ、そのヒューマンビートのバトルもそういうだろ、特殊な喧嘩とか、はいはいはい、知りたい、だからどうなるとか、だから MC バトルは分かりやすいやん、ヒューマンビートってちょっとね。そうですね、でも結構そのビートボックスやる前に最初の5秒くらいで相手のちょっとディスったりとか、うん、めっちゃ緊張してるやんお前って言ってから堂々とビートボックスしたりとか、あ、最初に喋ると、あります、あります。じゃあギター強いってのは、あります、あります。全然いけると思います。ビートボックスまでやばい。確かにいきなりフォロワー数誇示されたり、いきなり壁が開いたからでかく見えてるやべ、俺のフォロワー何なんだそれ。おーってなる。いや、めちゃくちゃ最低でしょ、あれ。言い返せないですよね、その数が。いや、結構好きな数字のやりづらいよね。やりづらいっすよ。話そらすつらい。大事なのは数字じゃねえ。一番言いたくないけど、言うしかない。